まあ、代表質問はお聞きいただいた通りでありますけれども、まあ、総理の答弁についての若干の感想を述べさせていただきたいと思います。大きく言って、政治とカネの疑惑の問題、それから経済危機から国民の暮らしをどう守るかという問題、そして最後に米軍基地問題について、正したわけでありますけれども、どの問題もですね、旧政権との基本的な立場の違いがないと、転換が見られないというのが姿勢全体の特徴だったというふうに思います。政治と金の問題については私は総理の姿勢がですね、検察の捜査を見守るということだけを言い続けていると、これでは国会のこれまでの政治疑惑究明の到達点を全く無視する姿勢じゃないかと。で、検察司法は刑事責任を追及するけれども、国会は国会で、司法の手が及ばない政治的道義的責任の究明をすると、この車の両輪が大事じゃないかというふうに考え方そのものを正したんですが、まあ、それに対しても相変わらず、検察の捜査を冷静に見守るという言葉が3回繰り返されただけでした。この問題についての答弁が、全くなかったというふうに思います。それから2つ目の大きな問題の経済危機から国民の暮らしをどう守るかという点で、私は3つの転換ということを提案いたしました。大企業の巨額の内部留保と利益をですね、雇用と中小企業に還元すると、そのための政策転換を行うこと、それから社会保障削減路線が招いた傷跡を是正すること、そして財源政策の転換でありますけれども、この3つの転換ということを私の方はですね、建設的な提案として述べたわけでありますけれども、率直に言ってですね、どの問題でも転換の姿勢なしという答えが返ってきたというのは特徴だったと思います。特にですね、私が大きな論として述べた大企業が溜め込んだですね、巨額の内部留保を国民に還元すべきじゃないかという議論に対してはですね、実は去年同じ質問をですね、麻生首相にやっているんですよ。で、代表質問の場 で去年も派遣切りが消滅を極めておりました。で、こういう雇用を破壊するということをやってるけれども、巨額の内部留保を持ってるじゃないかと、それを当てれば派遣切りなどする必要はないと、雇用を守るじゃないかということを麻生さんに聞いたのに対して、返ってきた答弁とですね、一言一句変わらない答弁が今日返ってきたのには驚きました。ちょっとそこの部分だけ読み上げますと、大企業の内部留保について今日の鳩山さんの答弁は、企業の内部留保は企業の存続、長期的な発展、あるいは中長期的な雇用の創出などを実現していく上で重要なものだと思っており、内部留保の活用というものは本来企業はそれぞれの状況に応じて経営判断を下すべきものだ。その上でやはり企業の活力の源である雇用と生活をしっかり守るように最大限努力することは重要だ。これは今日の答弁なんです。去年のですね、麻生さんの答弁は、企業にとって内部留保は企業の存続や長期的な発展の可能性を確保するものであり、その活用につきましては企業がそれぞれの状況に応じて最善の経営判断を下すべきものである。その上でこういう非常時こそ労働者の雇用と生活をしっかり守るよう最大限の努力をしていただきたい。まるでですね、その上でという、接続語もですね含めて、そっくり同じ答弁が返ってきてですね、私が提起した巨額の内部留保をきちんとしたルールのもとに国民に還元するシステムをですね、転換が必要だという問題提起に対しては麻生政権と同じ立場で拒否するとそれを言うものだったということが大変印象深く、どっから聞いたセリフだなと思ったら去年同じセリフを述べていたというのが非常に印象深かったですが、やはりここのところをですね、正しませんとね、需給ギャップ40兆という需給ギャップを解決して景気を良くしていく道開けませんから、そのことを強く今後も論戦の中で要求していきたいと思います。それからあとはですね、
中小企業の問題について私はいくつか具体的に提言したんですけれども、1999年の中小企業基本法がですね、やっぱりいいものだったと、多様で活力がある中小企業を作る上でいいものだったと、あの改悪というのは格差是正ということをですね、かなぐり捨ててですね、一部のベンチャー企業だけ支援を集中させるというもので、その通りどんどん中小企業が潰れていったわけですね。でそれを99年の法改悪を全く美化したということは、これ本当に今の事態に逆行するものだと思います。それから町工場に対する固定費補助をね、あんなにも冷たく否定するということも許しがたい答弁だと思って聞きました。それからあとですね、これも全く自民党時代と同じだなと思ったのは、医療費の窓口負担の値上げによってですね、受診抑制が起こっているかどうかの事実を認めますかということを私が聞きました。で、これに対する総理の答弁はですね、確かに医療費の窓口負担が引き上がると受診行動が変化をして医療機関を訪れる患者の方が減るということは経験的に事実だと思う。ただ一方で、高額医療制度などを講じていることによって必要な医療が妨げているという考えは持っていないと。つまり必要な医療はちゃんと供給していると、受診抑制は起こっていませんという、この言い方は全くですね、これまでの自民党政府が私たちがもう医療費の値上げをやると受診がお医者さんに行けなくなって受診が抑制されるということを追及したときに同じ答えが返ってきたということで、政権交代と言いますけれども、全く同じ、軸上も同じような答弁が返ってくるということに、非常に強い印象を受けました。からもう一点だけ言いますと、沖縄の米軍基地の問題についてはですね、結局ですね、総理も2005年に、代替施設なき返還を予期したじゃないかと、なぜ変わったのかと、この説問に対して総理の答弁はですね、抑止力というものでした。すなわちですね、在沖の米軍を含む抑止力というものがやはり我が国の安全保障によって重要だと、やはり代替施設なき返還というものは現実的に不可能だ、そのように考えたのでございますと、抑止力ということをですね、盾に自らの立場の変更をですね、合理化したと。それで総理の答弁の中を読みますと、抑止力ってことは5回連呼されています。抑止力という3文字でですね、沖縄に海兵隊を押し付ける続けるという、このね、自爆からこう離れない限りですね、この問題の解決策ないということが鮮明になったというのを私は考えております。そんなところです。ですからやはりかなりね、政権交代というけれども、一番肝心なところは、前政権と答弁の一言一句違わないっていうのは、これは実に情けないありさまだというのが私の率直な感想です。ですから引き続きそういう問題点の一番の核心部分を正していきたいと考えております。以上です。あとは質問あることが、質問一句変わらないというのは、なんでそんなことになってしまったというふうに思われますか？やはりね、今度の政権の性格全体がね、私たちは国民が政治を変えてほしいという期待がありますから、部分的にはですね、前向きの動きも起こるんですよ。例えば高校の授業料の無償化とか。しかし一番根幹にある内政は財界中心、外交はアメリカ従属というですね、根幹のところは変わってないというふうに私たちがずっとこの問題率直に言ってきましたけども、やはり根本のところは変わってないということがそういう形に現れるというふうに思いました。それからこれ書いてるのは明らかに官僚だなと、同じ官僚が政権が変わっても同じセリフを書いてるなというふうに思いました。片山さんの言葉じゃないなということですね。麻生さんと同じ言葉ですか。これはね、もう全く許しがたい話で、もともと普天間基地というのは世界一危険と、しかも例えばクリアゾーンというアメリカの法律でもですね、
要禁止区域になっているところにたくさんの住民の方が住んでらっしゃると、いつ何時事故が起こってたくさんの方が亡くなるか分からないというね、そういう状況にあるからこそですね、これはなくさなきゃならないと、ここから出発するにもかかわらず結局先が見つからなかったら居座ることもあるんですよということを言うってことはですね、まあ、一種の脅しですね、県民に対する脅しだと思います。これも結局根本にはですね、海兵隊抑止力として必要だと、日本にとって大事なんだという自爆にですね、がんじがらめになっていることの表れだと思います。まずこの問題ですね、事の筋道をきちんとよく考える必要があると思うんですよ。でやはりこの問題については真相の究明がですね、何よりも先決だというのが私たちの立場です。ですから仮にですね、石川議員がですね、起訴されるという事態になりましたらですね、そういう事態を踏まえて、国会としてですね、仮に釈放されたとするならば、これは国会に招致して証人喚問なり真相を語ってもらうということが先決じゃないでしょうか。ですから石川さんがそういう起訴という事態になったら、真相を語ってもらうことが何よりも先決です。それで真相を明らかにした上でですね、その結果として政治的道義的責任を明らかにして、それにふさわしいですね、対処を求めるというのが筋というものじゃないでしょうか。それで一見威勢のいいように見えますけれども、結局ですね、すぐ辞めさせると、そういう真相を明らかにすることなくですね、辞めさせるということになりますとね、この疑惑各種の引き金を引くということにもなりかねないやり方だと思うんですよ。私はもしそういう事態になったら、国会が招致をして、そして国会で真相を語ってもらうというのが何よりも優先して先決でやるべきだというふうに考えております。その真相が究明されないまま仮に提案された場合には賛成はしないということになるんでしょうか。今のが私たちの基本的立場で、仮に提案されたら私たちはその提案の趣旨をよく見て対応を決めますけれども、しかし筋はそうだと、真相究明が先決だということを言っておきたい。ニュースを最近に明らかにしてますけれども、この事態どうご覧になりますか。やはり検察のですね、聴取を2回もらって受けるというのは深刻な事態だというふうに思いますね。でただこの問題についての私たちの基本的な考え方は、今日の質問で述べた通りでありまして、一つは闇献金疑惑、これ小沢さん否定してるけれども、新聞赤田自身がですね、水谷の関係者から証言を得てます。そういう事実があったとの証言を得てるわけで、ですからこれは大きな疑惑として究明されなきゃならない。そしてですね、もう一つですね、仮にそれがですね、刑事訴追の対象になるかならないか、これはどちらか仮にならないとしてもですね、政治的道義的責任というのはあるわけですよ。ですからその問題の究明というのはきちんとやるということが大事になってくるということがね、私たちの基本的立場です。だから政治的道義的責任という点では3人の人が逮捕されていると、そして政治資金収支報告書の拒否記載ということについては非事実認めているということを一つとってもですね、もうこれ政治的道義的責任は明瞭なんですね。ですからそれをきちんと究明するのが国会の仕事ですし、さらにはテレビの声の疑惑、あるいは公共事業の実地をめぐる影響力の疑惑、こういう問題についてきちんと究明するのは国会の責任だということを重ねて言っておきたい。でその問題を提起したわけですよ、今日。だこういうことが起こった際の、まあ、いわば政治疑惑究明のルールというものが国会にあるじゃないかと。検察司法は刑事責任の究明をする、しかし国会は
あの司法の手の及ばない政治同意的責任の究明も合わせてやるんだと、これは車の両輪なんだと、これはルールじゃないかと、このことを重ねて言いたいと思います。まあ、総理はこのことをお認めにならなかったけど、ルールなんですよ、国会の到達点なんです。